経典主庁舎経典上 JS バッハ記念日経典は、ドイツ連邦共和国ザクセンアンハルト州に属する軍、軍師人口は、約2万5千人。単に、経典と表記されることも多い。晴れの北約3 0トルに位置し、ザクセン州のライプツィヒからも、北西約5 0トルに位置する。古くは、コエタンと綴られた。11世紀に、 スラブ語由来と思われる個人、1200年頃の貨幣に、コテネ・キビタス、1450年の資料にスタッド・コサン、の記述が見られる。アスカーニエン家が城を築いた場所、経典を仮名につけた、アンハルト経典家は1252年に生まれ、1307、19年に領地を拡大したが、1396年に、二系統に分かれた。1570年に、 それらは、アンハルト公、ヨアヒム・エルンストによって統合されたが、1603年に、再び分家して新たに、アンハルト系天家が生まれた。アンハルト家は、当初、白を称号としていたが、後には新生ローマ帝国の帝国両方の、統治者としての、公となり、同国は1807年には公国に昇格するが、1847年に、家系が断絶した。 1847年にアンハルト経典は、デッサウのアンハルト・デッサウ公国に併合され、後に、ドイツ帝国の構成国アンハルト公国の一部となった。第二次世界大戦後は、ソ連赤軍の占領を経て、東ドイツに属した。1990年10月3日のドイツ再統一と、共にザクセンアンハルト州が生まれた。 1617年にアンハルト経典コールトビヒがバイマルで設立した国語浄化運動の会フルーツブリングンドゲゼルシャフトは1629年以降活動の場を経典に移した。マルティーン・オーピッツやアンドレアス・グリューフィウス等17世紀ドイツ・バロックの重要な作家がこの教会の会員であった。作曲家、ヨハンゼバスティアン・バッハが 1717 17年から1723年まで、アンハルト系天皇、レオポルトのもとで、宮廷学長として仕えていたことで知られる。皇家の信仰がカルバン派であり、17世紀から18世紀にかけて、フランスからユグノー教徒の亡命を受け入れていたため、その宮廷は、フランス文化の影響が大きかった。広告時代に建てられた、 フランスバロック風の領主宮殿が現存し、博物館として公開されている。ホメオパシーの創始者、ザムエル・ハーネマンは1821年から1835年まで、この地で初めて自分の理論に基づく医療行為を行った。ありがとうございます。